19時でしょ、ガンガン行かなきゃダメなんですよね、うん、か雰囲気を作ってあげるか、うんうん、だから当日はカモンさんが歌ったりとかね、俺は特技を、俺出ない特技をね、俺は表に出ないから特技を、ね、そのための司会者だから、ね、まあ、司会者に任せてよ、司会者が歌うかもしれないけどね、うん、ね、もうすぐ帰りで帰りラボが寄ってったら。何しようかな、今年何曜日でしたっけ、五区の柏原、火曜日31、まあできないじゃないですか、これはい、以上、その前の週は厳しいんですけど、チョンさんのシャツはそれボタンずれてるの、ずらしてるんでしょ、はい、鹿沼大博覧会と題してですね、はい、ナスウェブでもおなじみのミュージシャンがライブをやります、はい、加藤修司と、はい、イースタンブルーン、はい、そして助川久美子さんが出てます、はい、助川久美子さんね、なぜか僕スタッフになってくるので、ぜひ皆さん遊びに来てください、よろしくお願いします、あと他の人も出る、その他は、鹿沼で活動している方がほとんどですね、忘れてた、キャノンネット、はい、それ順番違うんでね、気をつけてくださいね、それこれらしいんで、あとラフ君が、そう今回初めてね、ラフ君ね、はい、なんだろう、いい子